鶴岡を代表する夏の味覚、だだちゃ豆の直売所が鶴岡市内にオープンしました。鶴岡市白山にある直売所では、だだちゃ豆の和製品種小麦の販売が始まりました。一束1キロと袋詰め600グラムがいずれも850円で販売されています。今年は去年の猛暑の影響で発芽が悪く、苗の確保に苦労したということですが、その後の生育は良好だということです。こちらの直売所では朝どれの商品が毎日提供されていて、今朝も多くの客が訪れては旬の味覚を買い求めていました。まずは40日間ぐらいの頑張ってみんなやっていきたいと思います。これから暑い日が続くので、ビールと一緒に食べてもらいたいと思います。早くないと売れてしまうんで、最高ですね。甘みとこの噛み具合が最高美味しいですね。この山形の鶴岡のだだちゃが自慢。主力品種白山は来月18日から店頭に並びます。